でも行きますね。音声大丈夫？今日は竹島の日ですよ。今日は竹島の日ですよ。ドクトと違いますよ。あなた方も韓国に抗議しなさいよ。抗議文読むから聞いてね。抗議文、2月22日は竹島の日である。島根県隠岐の島町竹島は全国的にも明確に日本国固有の領土と認められている。しかし敗戦直後で一切の防衛手段を保持していない状態の日本国に対し、昭和27年1月18日に大韓民国初代大統領である李承晩が一方的に設定した軍事境界線李承晩ラインにより、現在も続いている大韓民国による竹島の不法占拠が始まった。当時その一方的に設定された軍事境界線のために日本漁船328隻が打砲、日本人44名が殺傷、さらに3929人もの日本人が韓国で拉致監禁抑留された。そしてこの韓国で抑留された3929人の釈放と引き換えに、韓国政府から提示されたのは、日本国内において収監されている韓国人犯罪者の釈放および特別在留許可の付与と、強制送還予定の韓国人密入国者の解放要求であった。この韓国によるむちゃくちゃな要求の慣れの果てが、お前たち在日韓国人ではないのか、何が行政連合か。そしてこの43年後の平成6年に、お前たちは旧名称の在日本大韓民国居留民団から居留の文字を削除し、現在の名称である在日本大韓民国民団と改称した。お前たちはその3年前、平成3年に施行されたいわゆる特別永住資格をきっかけに大韓民国への帰国の道を捨て去ったのではないのか。ならばお前たちも韓国政府に対して竹島は日本国領土であると叫ばなくてはならないのではないのか。それができないのであるならば、お前たちは日本国民の怒りの対象であり、この日本国に居座り続けることのできる存在ではないのだ。本日22日に韓国の独都守護全国連帯と称するチェジェイクを代表とした不逞先人団が島根県で行われる竹島の日式典の妨害をするそうだが、これはなんかもう警察にバスに乗せられて何もできないまま帰らはったそうなんですけども、この一連の不逞先人の行動に対してお前たちは何らかの抗議の意思を示すことができるのか、またはしたのか。先にも述べたように、お前たちは大韓民国への帰国の道を捨て去った存在である。にもかかわらず民団の運営費の6割から8割は韓国政府からの援助で成り立っているとされている。しかし過剰な温安誘導が不可能になり、低価格だけが販売優位のインチキガラクタメーカーは辛い現実と向き合っており、さらにインチキガラクタメーカーが韓国の国内総生産の大部分を占めている状況で、千年間日本を恨み続けるとのたまった保大統領パククネのおかげで、日韓通貨スワップ協定をはじめありとあらゆる日本国の積極支援が望めなくなった韓国に未来の二文字はない。つまり韓国政府が平成9年のアジア通貨危機の時のようになったとしても、日本国はもう韓国を支えない、日本国民がそれを許せないということである。その時にお前たちはどうするのだ。もちろん日本国はお前たちが泣こうがわめこうがもう助けることはしない、日本国民がそれを許さない。なぜなら韓国への帰国の道を捨て去ったのにもかかわらず、戦後日本国に対して悪逆非道の限りを尽くしてきたことに対する反省や嘘捏造で日本国の名誉を蔑める貶める韓国へ反論抗議を行ってこなかったからである。それどころかお前たちはその作られた日本国民の食材意識につけ込み、日本国の富や権利を貪ってきたのだ。したがって日本国としては
お前たちに日本国にとどまっていてほしくない。日本国民がそれを許せないのである。徴兵という国家への最大の奉仕を逃れてきたお前たちが帰国後にどんな目に遭わされられようと日本国には関係ないのである。今あなた方への抗議の言葉をルル述べましたけども、これは果たしてヘイトスピーチだったか、よく考えていただきたい。なぜことさらに在日朝鮮人、韓国人だけが日本人からの批判の矢面に立たされるのか。日韓合法以来100年余り、あなた方が我々日本人に対して行ってきた数々の事柄に胸を当ててよく考えて反省していただきたい。あなた方はそろそろ今後について決断しなくてはならない時に来ている。大日本帝国による侵略、強制連行やいわゆる従軍慰安婦などの嘘捏造による我々の先人への名誉毀損、また現在の日本国で差別されているなどの妄言による現在の日本人への名誉毀損、そしてこれから生まれてくる我々の子孫への根拠なき罪の継承、それらの罪を日本国に対して謝罪し、現在今後日本国のために働くと誓うのであれば、特別永住資格などなくとも他の外国人と同じようにこの日本国で生活し続けることができるのである。それは我々やあなた方の子孫のためなのである。平成28年2月22日、子孫たちの日本国を憂う市民の会、以上。投函しますね。読んでね。これから日本でご頑張ってね、一緒に生きていくための大事なこと書いてるんで、よろしくお願いしますね。安心だ。また終わりました。 KJ 君も書いたことやし、よいしょよいしょ、ちょっと店じまいします。毎年あれやわ、講義文の内容が長くなって、初め行ってきた時は2枚やったのに、いつの間にかもう3枚パンパンで、来年は4枚とかなりますね、これ。で、そろそろもう向こうの立場に立つ文言も削っていかんと、もう変わらへんね。ちゃんと本国に抗議してくださいよ。ねえ、島根県に竹島が編入されたのは1905年ですよ。日韓併合の5年前ですよ。その時大韓帝国って立派な国やったけど、なんで反対しなかったんですか。知らなかったからでしょ、竹島の存在を。そんなもうバレバレなんだから、ダメですよ、ちゃんとしないと。で、日韓合意反対ですけども、これもね、ミンダンさんはこの合意を歓迎するとか言ってたでしょ。これももう合意はしたものの、国連での動きもありますし、世界中に全部ほんまのことバレちゃうんやから、そこは日本は何もしないでそう言わんとあかんのちゃいます。頼みますよ。ねえ、今まで日本人黙っとったけど違いますよ、これからは。よろしくお願いしますね。